死ぬ前に3ヶ月やってみろの動画の初日の自分と、外に出た日の自分とを見ました。別人でした。マジで。今日は畑仕事を体験させていただいている老夫婦にお土産を持って一緒に動画を撮ってもらいました。そして初めて売り込みではなく小さいですが仕事の依頼を受けました。生きててよかったです。感謝です。おマジかよ。すごい嬉しいね。なんかわかんないけど本当にこんなあの汚い言葉がさ ずっとネット上とかに溢れてて、もう人が責められたりとか人をなんか傷つけるような言葉ばっかりが溢れてるから、もう俺結構最近しんどくて、俺は全然大丈夫なのよ。俺はそういうのに強いから全然見てもなんていうの、自分を傷つけようなんて気に一切ならないけど、でももう人が責められてるのを見たりさ、人が人をこうなじる言葉を見るだけでさ、もうなんて言ったらいいんだろう、美しい海にゴミが散乱してるみたいにさ汚く見えるわけ。もうそれが辛くてもうしんどくてさ、だからせめてさ自分のライブとかこういうパーソナルな場所、まあ、これもみんなに見てもらってるから全然パーソナルじゃないんだけど、俺は仕事とは関係ない時間でこういう時間を使ってるから、あのそういう場所ではみんなが元気になったりとか、なんか本当にこういう相談多いから、死にたいとかさ、うつですとか、そういう相談俺のとこいっぱい来るから、そういう人には本当に 1日でもいいから、あ楽しい人生生きててよかったと思える時間を感じてもらえたら嬉しいなとか思うので、まあ最初見せてもらった時本当にもう死にたいって言ってるところに、3ヶ月でいいからなんか一日こういうことやってごらんって言ったことをあの真に受けてくれて、そういう気持ちからちょっとこう解放されて、その時の自分をね動画に撮っとけって言ったのと、毎日動画撮ってきなって言ったので、本当に別人だって自分で言えるようになってくれたっていうのは俺は本当にちょっと嬉しいかな。それは本当に嬉しいね。だ今後もあのしんどいことはいっぱいあると思いますけど、あの俺もしんどいこといっぱいありますけど、あの毎日そういう今日よりも、まあ、自分が成長してればあのしんどいことにも一日ずつ対処できる自分になれると思って頑張ってるので、ぜひ皆さんもあのそんな思いを持って、あのほんのちょっとでも死んでもいいなんて思うぐらいだったら、あのもう自分は一回死んだんだって思ってね、新しい自分を何かあの育てる時間を持ってくれたらね、今まで死にたい、もういなくてもいいと思ってたような自分がもうちょっと生かしてあげたい自分に変わるんじゃないかなとかちょっと思うんで、いや頑張ってね由美子さんね。よかった、それはよかった。そういうなんか人が元気になったり、人生やる気になるみたいなことを、感じてもらえるのはこう市場の喜びですわ。